ディール包囲戦は、ネーデルラント継承戦争中の1667年8月8日から8月27日にかけて行われた包囲戦ディールは、フランスをルイ14世引きる軍勢を前に降伏した。1665年に、スペインをフェリペ4世が死去すると、ルイ14世は、ブラバント公国の伝統により自身の妻でフェリペ4世の、 長女であるマリー・テレーズ・ドートリッシュの継承権がその弟カルロス2世のそれより優先されるとして、スペイン領ネーデルラントとフランシュコンテの一部の継承権を主張した。フランス軍によるスペイン領ネーデルラント侵攻が現実的な脅威になり、その数日後にはフランス軍5万がシャルル・メジエールから海辺までの国境に配備された。広い前線を構築するのは、 小生の敵軍が一部隊に集中攻撃することを防ぐためであった。このようにして、スペインとのネーデルランと継承戦争が始まった。シャルル・ロア包囲戦、トゥルネー包囲戦、デューエー包囲戦に相次いで勝利したフランス軍は続いて、スペインのフランドル白領であるリールを包囲した。リール要塞の地図包囲を予想した、フィリップ・イポリト・シャルル・スピノラは、 サンモーリスなど近郊にある家屋を破壊したが、住民の不満を煽るだけに終わった。5月22日以降、聖職者とブルジョアたちは、ランパートの強化を開始した。フランス機兵は8月8日に、リールに到着、本軍は10日に到着した。ルイ14世が人頭に立つフランス軍が3万5千人いたのに対し、中流軍は、不評2400人。 騎兵900人とブルジョアの大体しかいなかった。ルイ14世は、ロスからフィーブに移動した。8月11日には包囲用の捕類と、その大類が築かれた。18日から19日にかけて、フィーブ門に対する残豪が掘られ、ノーブル、トゥールと酸素門に対する二つ目の残豪も掘られた。数度の進攻が失敗した後、フランス軍は、 フィーブ門を守る半月ほの占領に成功、そこに砲台を築いた。フランス軍はそこから酸素門を砲撃したが、リール市長がスピノラに降伏を要請。スピノラは27日に降伏したため大きな損害はなかった。しかし、一部の住民は抵抗を続けたかったためこの決定に失望した。フランス軍はフィーブ門から入場という新しい門が開かれた。 ルイ14世は28日に病人の門から入場した後、手で有無に出席するためにサンピエールに向かった。幸福文書において、ルイ14世は、リールのブルジョアの伝統と特権を維持することに同意したが、プロテスタントについては、何との直令で許された権利にしか同意しなかった。ボーバンは、リールの防御工事を改善、城塞を築いて、リール城を拡大させた。その後、 リールは1708年のリール包囲戦で占領され、1713年のユトレヒト条約でフランスに返還された。ありがとうございます。